こっちゃんとキャナコのおさらがすじゃんじゃるるるるすごい、こんな食パン買ったことない。見てください、あの10枚切り、8枚切り、6枚切り、5枚切り、4枚切り、ものすごい全種類揃いました。なんで買ったかと言いますと、はい、今回ロゴスのホットサンドパンハーフは、これはあの1枚で食べれるやつで、多分あれやったらなんか何枚切りとかがおすすめとかがわからないんで、私たちが今から全部実験して何枚切りのパンがおすすめかを紹介したいと思います。レッツゴー、レッツゴー。ロッチャンとキャナコのおさらがす。では見て、なんかかわいいアタッシュグリルミニ。こっちがスヌーピーで、こっちがあのノーマルの分で、なんでスヌーピー用意したかというと、今回ホットサンドパンハーフは普通のロゴバージョンとスヌーピーバージョンがある。そうなんです。まあ、これ焼けたらわかるね。今日は TikToker のハセちゃんも一緒にやってくれてて、じゃあ3人で今から何枚切りが一番美味しいかっていうのをやりたいと思います。ハセは何枚切りやと思う？どっちやんは？5かな。やっぱり私は6。いや無理かな。うん、私も5。やっぱ大阪の人ってさ、分厚いの食べるよね、うん、でも常に5しか買えへんからマジで。5は常に買うのが5なの。うん、もう5愛がすごい。たまに私1日朝2枚食べる時ある。マジで、うん、じゃん。食パン人間だ。ハセと私は5枚で、はい、どっちゃんは6。これ地方やん、もう絶対もう地域の問題、地域から出ちゃう。じゃあ10枚一番あれの10枚からやります。逆にさ、なんか薄すぎてさ、ね、物足らないかな。なんか10ってあんまり買うことないけど、違うよ。あ、ありがとうありがとう。まあこんな感じでね、1枚を半分にするから、はい、ここにこうね、具を挟む。マヨ中。はい、マヨの次はケチャ。うん、あ、入ってない。うまそうやな、新品やったな。具材はまあ今回は実験ということで、あんまり変わり種じゃなく、普通にレタス、トマトとかにしてます。具材もさ、全部同じぐらいにしないとダメだよね。そうやな、確かに。こんぐらいですかね。はい、ありがとうございます。すいませんね、 TikTok 撮ってます。なんかすごい色いいよ。いい色ですね。貴重なアボカドしかも取れてなかったよね。食べないで。あ、そう、癖あるから食べないで。はい、じゃあ どっちゃんパカをお願いします。パカ。なんか出てるな。めっちゃ出てるな。やっぱ入れすぎかな。トマトかアボカドにした方がいいかな。美味しい。具沢山ってトッカーが言ってる。じゃあそうする。あ、いいと思う、いいと思う。これようハセやってるからね。いくで。あ、いいね、スヌーピーとカレー。はい、あ、いい。そうだそうだ。何をやっと。マッチーじゃないよな。あれみたいな。火がつかないですね。初心者なもんで。びっくりびっくりびっくりするわ。うお、怖い怖い。これは2個入れてる。なんかこれさ、店長がさ、毎週日曜日か知らんけど、うん、日曜日に子供たちと一緒にやってて、アイデア思いついてて、この企画いいやんって。あ、そうなの、店長発案なの、うん、それをなんかドヤ顔で言われた。ドヤ顔店長にしようか、これから。そうだね。チャンネル登録よろしくね。焼けました。焼けました。あ、かわいい、いい色。よいよいよい、こっちは行きます。ハセ、こっちはいらん。いいですね、ちゃんとなんか具が収まった。じゃあこれ、でもさ、これさ10枚切りやんね今。そうだね、なんかいいね、いいね。これお皿に一回置こうか。
かわいいね。覚えとかなかな。分厚すぎて、このあのスヌーピーとかがあの掘ってると掘り倒してると思う本体。ちょっとスヌーピーが泣いてる。チャンネル登録よろしくね。次は68。私の予想は6なんで6いきます。いいよ。じゃあ私は8枚切り。これはどっちゃん推しの6です。6です。じゃあキャンナコは8でいきます、うん、8はなんかいける気がする、ね、なんか10とあんま変わりがないお気がする。6枚切りに入れております。あ、マヨって正義。うん、マヨ入れたらさ何でも美味しいよな。一番好きな調味料何？調味料むずっ。柚子胡椒。あ、いいね。おしゃれに来ましたね。柚子胡椒大好き。何につけんの？日常であんま使うことなくない？めっちゃさ、なんか炒め物するときとか。へえ。あと山芋。ああ、生で？うんうん、生で。へえ、やろう。やってみ。山芋あると、めんつゆ。めんつゆでやって柚子胡椒つけて。おいしそう。今食べたい。ちょっと今ないね。入れるね。入れるね、この人。これ最初と一緒なんですよ。上品やからね。そうそう。6枚。ちょ、やばいって。10言うて持てるやん。もう無行になってる。お尻プリョーって。まああれか、6枚切りとかするんやったらもうトマトなしとかさ、西中とかな。確かにね。もうウインナーしか入れらんないみたいな状態ね。うん、まあこれ実験やからね。うん。あ、でも、うん、一回潰して出たところを入れるみたいな。ちょっと大丈夫。あ、こいつはいけるか。うん、こいつ薄いね。これ8やで。詰め方うまくなった。4回目にして。4回目にしてな。学んだ。オープンします。まず6。イエーイ、綺麗。いいんじゃない。次こっちが8。いいんじゃない。めっちゃいい色。チャンネル登録よろしくね。私とハセの確実に無理だ。これ一番推しやったけど、ちょっと心がな。やばいな。それ4枚？これ4。あ、すごいね。えぐいな、これ。えぐいな。パンで締まるかな。マヨネーズしか無理ちゃう。なんかかわいい。ちょっとかわいい。立ってるのかわいい。ハセが今から焼かれるよ。こいつトマト入れたら終わりだよね。うん、けどな、条件は同じに。あ、そうやな。しないとな。5もなかなかやな。でも私やったら多分5買っちゃうやろうな。てか家にある食パンでやりたいしね。これ1にするね。うん、そうだね。ちょっともうなんか溢れ出そうやからな。もうこの子もなんか崖っぷちって感じだよ。やばいやばい。折った方が良かったかな。ファイ。これやばくない？これはやばい。でもうまくいったらテンション上がるな。いくよ。締めます。5枚や。あー、出てる。あ、無理か。いや、いける。どっちが頑張って、あのお箸でギュッてしたいね。いける。あ、いきますよ。これはいけるんじゃない。いけそうだぞ。ファイファイ。おー、おー、なんとかしまった。いや、問題は4ね。4、こっちですよ。激ヤバだよ。いきますよ。どうぞ。あ、お箸やな。お箸ないと無理ちゃう。そういう問題なのかっていうのもちょっと感じるけど。無理？トマト出てきたそう。トマトが嫌って。締められたくないトマト。やだやだ。頑張れ。君はね、そこで今日生きていくの。ねえ、わかる？僕焼かれたことないよね。一回焼かれてみな、美味しいから。ほい。おー、いいやいいやいいや。勢いやん。絶対勢い関係ないけど勢いだわ。うん。締めれる？それいけるよ。あ、ほんと。まあ、出てるけどな。出てるけど。今んとこ感触どれがやりやすいんですか？え、私8。6。6？ え、6？ 太くなかった？よくちょうどいい。本当？これってどうでしょうね。パン感が。パン感が、うん。あれってことか。パン感。なんかパン感。パン屋みたいな。パン屋みたいな。うん、中の具材が。グーだなみたいな。四、うん、枚。四枚切りがいい感じだよ。ドゥルーン。結構パン感強いですね。強いね。耳もウニウニってなってる。いくよ。これが5。ドドーン。
なんか5いいかもしれない。え、5いい、6とでも一緒ぐらいいいかも。うん、のあ、いいね、焼き粉、いいの、いいの、うん、こっちもあとだった。あ、白ちょっとやろうか。まあいいか、うん、いい、重くて、あ重い、これ4枚とかやったらさ、すぐお腹いっぱいになりそうやな。うん、ファイ、おーで、おー、完成。10、8、6、5、4、すごい、10と8はでもあんま変わらん。並べてみると違うかも。なんか決して案件ではありません。全く頼まれておりません。買いました普通に。すごい面白い。じゃあ食べてみましょうか。はい、これがこれ、これ分かる、あの順番だからね。ああ分かるよ。いただきます。いただきます。ちっちゃいな、なんかおやつって感じ。うん、うんうん、あれもパン薄いね。うん、すごく、うん、5、8、変わらんと思うねんな、10と。うんうんうん、はい、どうぞ。はい、ありがとう。いただきま す, きます。あ、これ、うん、うん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 、あ、いいかも。うん、まあ、私8でもいいかも。うん、ちょうどいいかも。なんか具の味を楽しめる、うんうん、で具いっぱい入れれる、気にせずボコボコ。そうだね、どっちゃんの6。ほら、でも6きれくない？うん、きれいなんですよ。6、あ、でも結構パン。そうだね、いただきます。いただきます。うん、うん、パンパン。またやまたやまたや、これあかんな。これはまた開かないと食わないとダメだよ。え、でもちょうどいい。うん、美味しい。でもこれでお腹いっぱいになる。6、8か。こっちやったらどっちがいい？私8、6、あ、6か。好みやな、パン好きやもんな。うん、パン好きやけど、強い意味は6ってこと。どっちかさん、どんどん好きになるじゃないですか。確かに。もう4がいいとか言い出すかもしれない。もう1でいいじゃん。4がいい、間違いない。次が5。ハセと私の、いくぜ。でも家に5あるから結構5使いたいよな。うん、でも焼けることが分かったからね。うん、ドーン、ドーン。あんま6と変わんなくない？うん、確かにね。なんなら綺麗くない？うん、綺麗。5、うん、うん、5がいいよ。めっちゃ無理くりさっきまで8って言ってたのに。なんで6飛ばして5がいいのよ。選びがたい。え、6と5。うん、6と5の違いあんま分かれへん。うん、なあ、うん、そうね。チャンネル登録よろしくね。4はさすがに分かると思うわ、私らでも。いや、だってもう厚みが違う。いくぞ。はい、4はさすがにな。うん、ありがとう。あ、でも分厚い、厚い、重さが違う。そうね、ヘビー級。いただきます。うん、うん、パンですね。うん、めっちゃパン。めっちゃパン。具が薄いね、これは。うん、同じさ、具の量入れたと思われへんぐらい、うん、なんか具少なってなる。味薄め。うん、4はないな。硬さどうなんですか？硬いとか。でも柔らかい。うん、柔らかい。サクサクしてる。あのマヨネーズの油がいい感じに染みてて。うん、そうなんだ。何が一番やろう。8かな。おい、裏切ったぞ。5つ。8やな。裏切りがすごい。リアルに何？え、リアルに6。ほんま？6と5分からんって言ってたね。でも6と5はほんまに分からんやんな。うん、でもさ、この下の分厚いの2個の方が分かんないかなって思ったけど。うん、4は分かったな。そんなことないね。掃除してうまい。うん、結果美味しい。うん。4はね、なんかもちもちしてるのが分かる、うん、食パンが。10はね、ちょっと薄かった。じゃあ実験結果は、うん、お好みです。それ言い出したらな、やった意味なくなんねん。いや、この感想を聞いて、うん、
私、ね、パンが好きだからみたいな人は読んでいい、うんうんうん、挟めるから、うん、でも具が大好きみたいな、うん、って人は薄めの方がいい、ね、何の具入れるかにもよるね、うん、ウィンナーだけだったらね読んでもいいし、読んでもいいし、確かにっていう結果になりました、うん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 、パチ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 、美味しかったな。やっぱ結果は6 結果は8、お好みです。間違いない。ハセもさっき8って言ってた、うん、なんか大阪の人パン好きなくせにサンドイッチにすると違うのね。グーグーも食べたい。びっくりした。今回の動画は TikTok でも上がるし、うん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 、見てほしいです。ぜひ見てください。しかもあのホットサンドのあれはお家のガスでも使えるので、うん、朝ごはんにもおすすめなのでやってみてください。バイバイ。ありがとう。